はい、どうもジルです。ということで本日はプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクで最新情報とあとは注意喚起の方をねちょっとしていこうかなと思います。はい、ではねお知らせの方を確認していきます。こちらですね、 iOS15 へのアップデートに関するご注意ということで、iOS っていうのは、iPhone や iPad の方のね OS、基本ソフトウェアってやつなんですけど、 iOS を15にアップデートするなよっていうお話です。でまあそれが何かって言いますと、iOS15 につきましてアップデート後アプリが強制終了することがある事象を報告いただいていますということで、なんとですね iOS15 の状態でこの前のねアップデートを入れた後、なんとアプリが強制的にバンって消えちゃうねことが発生するらしいです。ちょっと映像をね視聴者さんにいただいたんでそれを見てください。はい、こちら。ここにいるんだよってまだ叫んで。はい、こんな感じで急にアプリが落ちるというね事象が発生しているらしいです。これ結構ね怒ってる人がいるらしいので、とりあえずねまだ iOS15 にしてないよって人はねもうこのまま iOS15 にせずにね14のまんま公式からまた連絡があるまでね絶対に上げないでおいてください。もう iOS15 にしてしまってるって人はね正直対策の仕方がありません。はい、iOS はですね OS を下げる、バージョンを下げることが基本的にできないので、修正されるまでね待つしかないんで頑張って待ちましょう。はい、なんでねまあ、とりあえず iOS15 にアップデートしようか迷ってる人はね公式からお知らせが来るまでは上げない方がいいかなと思います。はい、続いてこちらですね、みんなでライブのフィーバーチャンスの前後で挙動が不安定になる不具合について、こちらこの前のアップデートでね修正のやつを流したんですけど、それでもね一部挙動が解消されないっていうね問い合わせが出ているそうで、ジールさんの方でも確認したんですけど、どうもねアップデート後も挙動がおかしくって、一応ですね強制アップデートが今度の6日に行われるのでそれを見てからになるのかなといった感じなんですけれども、前回のアップデートをしたから確実に治るというものではないので皆さんご確認ください。では続いてこちら、日の森しずくバースデーガチャ開催ということで、はい、今度ですね12月6日が日の森しずくちゃんの誕生日となります。これを記念してバースデーガチャとバースデーライブの方のね開催が決定されました。ぜひぜひね皆さんガチャ引いたりバースデーライブ見たりしてみてください。今回思ったのがこの衣装、これまでのさ女性のキャラクターの衣装と全然雰囲気変わってきてるよね。これまでだったらもっとこう肩とか脇とかがすごい見えるような衣装だったんだけど、今回また変わってきて、なんだろう、バースデー衣装だからって全員同じ系統とは限らないっぽいんでね、今後も衣装がかなり楽しみになってきました。はい、ってことで非常に短いんですが今回の動画ねこんな感じで終わっていきます。はい、手抜き動画ですみません。今撮影時間が18時でいつも動画を投稿する時間に撮影してます、すみません。ちょっぱやであげます。はい、よかったらね高評価とコメントよろしくお願いします。ってことでご視聴ありがとうございました。バイバイ。